イバン・デレック・ロドリゲスは、アメリカ合衆国テキサス州タラントグ・アーリントン、出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のコロラドロッキーズ参加所属。父は、アメリカ野球殿堂入りしたイバン・ロドリゲス。2011年の MLB ドラフト6巡目で、ミネソタツインズから指名され、プロ入り。当時のポジションは、外野手だった。契約後、参加のルーキー級。 ガルフ・コーストリーグ・ツインズでプロデビュー。29試合に出場して打率。156、5打点、2盗塁を記録した。2012年もルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ツインズでプレーし、30試合に出場して打率。263、三本塁打、12打点、6盗塁を記録した。2013年は、アパラチアンリーグのルーキー級、 エリザベストンツインズでプレーし、41試合に出場して打率。222、3本類打、19打点、7盗塁を記録した。2014年、この年より、投手に転向した。ルーキー級エリザベストンでプレーし、17試合に登板して2勝2敗後セーブ、防御率1.05、19奪三振を記録した。年は、 ルーキー級エリザベストン、A 級シーダーラピッツカーネルズ、A 級フォートマイヤーズミラクルでプレイし、3球団合計で15試合に登板して6勝4敗、防御率3.35、66奪三振を記録した。2016年は、A 級シーダーラピッツと、A 級フォートマイヤーズでプレイし、2球団合計で23試合に先発登板して5勝13敗。 防御率4.48、86奪三振を記録した。2017年は a 級フォートマイヤーズと a a チャタルーがルックアウトでプレーし、2球団合計で26試合に登板して受賞6敗、防御率3.27、121奪三振を記録した。オフの月日に、 FA となった。2017年11月15日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年は開幕を参加の AAA 級サクラメントリバーキャッツで迎え、5月28日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 翌29日のコロラドロッキーズ戦でメジャーデビューし、この試合では初アンダ初打点も記録した。6月には先発ローテーション入りし、最終的に21試合に登板して6勝4敗、防御率2.81、89奪三振を記録した。2019年は28試合に登板して6勝11敗、防御率5.64、71奪三振を記録した。 2020年8月26日に DF となった。2020年8月31日にウェーバー工事を経てデトロイトタイガースへ移籍した。10月27日にマイナー契約となり、参加のトリプレ A 級トレド・マッド・ヘンズへ送られた。その後、11月2日に FA となった。2020年11月9日に、 コロラドロッキーズとマイナー契約を結んだと報じられ、17日に正式公示された。ありがとうございます。